あれですよ、あのシーンか。出た、出ました、スーパーサツマシン、サツマシンがピントが合ってますか。サツマシンしか明かり当たってない俺隣にいるけど俺って分かんないもん、暗すぎてこれね、これ舞台の前から見たら分かるんでしょう、そうですね、横からだから、ね、金沢さんはね、この時は、はい、僕大久保利通をね演じましたね、やらせていただきました、うん、いやこのシーン楽しかったね、あそうそう、駆け引きが、ああそう、またね、この今回勝は心をね、前回の初演の時に演じてた田山岳さん、はい、何度も相手役というかいろんな関係性やらせてもらったけど、結構ガッツリかなんだのがこれが初かな、へー、それこそ、まあ、天地に咲くって初演のまあ、今回の幕末編のモデルになってる初演でも、まあ、草川さんをやってて、で俺井上をやってたので絡んでいるといえばいるんだけど、まあ、判定で面白いことやらせろってシーンにしか絡んでない、こんなに意見を対立させてどうねみたいな、確かに、いやー田山さんね、いやでもこのシーンはあれですね、うん、薩摩と長州の、なんだろう、薩長同盟がなったとはゆえ、そうね、ね、この簡単にはね、ね、私もそのつもりでした。ね、お互いのちょっと小ささがちょっと、ね、小ささね、不安の小ささがっすね。そうね。ちょっとね、作品全般を通して加藤さん申し訳ないっていう感じもあるんですけど、すごい人なんですよ加藤さん、ね。すごい人ですよ。すごい人ですよ、ね。三欠ですから。三欠ですよ。三欠ですから。おお。圧がすごい。伊藤俊介。ちょっとね、なんかこの鈴木を見ると笑ってしまうね。分かった。俺も今、まあ、完全に同じね、どこに目がいってた。なんでこいつ一生懸命見てんのかなって。まだね、大して口開いてないんだけどね。なんかちょっと変な期待感が。ちょっとね、このシーンの後のね、僕の大久保とこの鈴木やってた篠原シーンのね、そこちょっと後で見て楽しみにしていただきたいんですけど、伏線ですからこれ、いろいろ面白い、そう、あ、しゃべったしゃべった、ちょっと怒ってんのこいつちょっと怒ってたの今、感情のあれが、これさ何日目だったんだっけ、撮ったらもう覚えてないよね、これ冒頭に、うん、ユーニンが後半戦始まりましたっつって、中日ぐらいってこと、折り返して、中日、長かったもんね、うん、そうだよ、もう週間公演のやったら14回ぐらいやったの、やってやった、14回ぐらいやったの、うん、だって休みあったもんね、あった、7ステージだった、7ステージとかやったから、うん、2週間やったから、そうだね、長かったんだよ、だから真ん中くらいちょうどいいよね、うん、後になればなるほど鈴木の髪の毛が逆立っていくって、いやもう今もうでもだいぶこう見るとねだいぶ逆立ってるよリーゼントみたいになってるもんだから前髪がね穏やかな心を持ちだ激しい怒りとともにおしゃおしゃべってるゲベール中ですよ、お、このくだり。とりあえず見えねえとこうゲベールと響きでね、なんかテンション上がってたね。ミニエってみんなで言う時のね、謎のシンクロ率。いや男ばっかりだな。なんかむさ苦しいんですよ。本当に。これがね、新しい舞台どうなるかっていう ね美術がね、全然違うから、美術今回ね、ちょっとすごいよ、ちょっとすごいみたいですね、ちょっと、まあ、実際は劇場に来てもらってね、うん、見てもらいたいですけども、そう、ね、本番が幕末編と維新編両方あるんで、そうね、そうね、日本立てなのでね、そうね、幕末編と維新編で若干変わる、若干ありますね、っていうね話もありますよね、うん、演出の和樹さんがやっぱりその、作品の中に込められてるその空気とか、あとは実際にこの時代の情勢、日本の情勢とかがやっぱ時系列で、ね、流れてきてるから、状況が変わってるってことも舞台の美術に盛り込んで、まあ、いわゆるリアルなセットとして立て込むんじゃなくて、いろんなものの要素が含まれた美術っていうので、いろいろ組んでちょっとね面白い感じになりそうですよ、まあ、このセットはこのセットでね、段差があって面白かったよ、ね、まあ、ディストコってね、縦長だから、あそうそう、ね、その段差を使ってっていうね、タッパがね、うん、
お、篠原喋ったよ。自然と話題を続きに寄せたくなる俺らの人間。続きへの愛。続きの愛。なんだかんだ言い続け。見てんのかな、続きはこの、うん、このオーディオコメンタリーを。ねえねえ、見てる。飲んでる場合じゃないですよ。怒ってるよ。怒ってる、怒ってる。やばい、切り替えない、切り替えない。穏やかな心を持ってんのか、いやいや、激しい感によって目覚めてるよ。早いからね、まだね。はい、なんで怒ってる。ああ、あれか。そうね。あつらさんが先走ってたところですね。出た。わかりました。篠原には触れないって。大村正次郎と山田さん、ね。そうね。大村正次郎出てないね、まだね。ね、大村正次郎ないな。役者を選ぶのが大変っていう、ね、確かにね。なるほど。残ってるビジュアルがなんかおでこ、これぜひねググってほしい、大村正次郎で。頭の形ちょっとなんかね。あれって写真なんですか？いや、肖像画ですよ。肖像画ですよね。肖像画。うん、あのその絵師の、 実力の問題。え、でも他の部分は上手じゃん。顔の輪郭とかさ、眉毛とか上手なのにさ、やっぱりあ実際そうだったんでしょ。なんかさ、あの俺今回まあ幕末編で所行くたるって蘭学の一種をやってて、まあ、今回その参考というかいろいろ調べてて、まあ、解体新書ってほら、まあね、オランダのね有名な杉田玄白のやつで、あれあのね人体図とかが複写で書かれてるんだけど、あれもなんかちょっとね、うん、大村正次郎みたいな頭の形をしたね、え、こう図がいっぱい出てくる。でも日本人の頭があれデフォルトだった。なんなんだろうね。仙人骨みたいなさ、ちょっとこう頭のね、はいはいはい、おでこの骨が長いみたいなさ、なんかあんだろうね、あの当時の描き方みたいな。ああ、描き方として。わかんないけどね。大村正次郎もね、敵塾出身で。そうですね。そうですね。天才ですか。あれ自分で描いたんじゃないですか。才能ありすぎる。自分で絵の才能もあったけど。わかんないですね。まあ、医者としても優秀だった。そうですね。医者としても優秀でね。文学に立てて。お、これはそろそろシーンが変わるんじゃないか。あったあった、こんな。あくまで静かに渡した。そうでしたね。お父さん、お。乾杯。乾杯。